主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。海坊主です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。はいはい、海坊主くん、はい、こんにちは。こんにちは。はい、さあ、海坊主くんとはですね、平成時代を、はい、振り返っております。平成時代のね、新語、流行語をね、ベースにですね、あの時代、平成時代を振り返っておりますが、はい、今回は、何年だ、はい、平成7年。平成7年、1995年かな、はい。はい。ですか。はい、参考にしておりますのは、現代用語の基礎知識1000、ユーキャン新語流行語大賞のホームページにね、あの、当時の新語流行語、歴代の新語流行語が、掲載されております、はい、それをね、参考にしております。はい。1995年、はい、なんか、いろいろとある、ような気がするんだけど、はい、はい、じゃあお願いします、はい、この年の平成7年のですね、うん、年間大賞は3つあります。ああ、はい、3つもあるんですね、はいはい、まず1つですね、はい、無党派。無党派、はい、はい、東京大阪の知事選挙で組織力、財力、権力の圧倒的基盤を持つ政党推薦候補を無所属の青島幸男さん、うん、横山ノックさんが破り、うんうん、メディアはこれを無党派パワーと呼んだ。あ、数合わせだけの政党連合を拒む新しい有権者層の出現に既存の政党は大慌てですね、うん、はい、この頃がね、無所属の議員、うんうん、あのなんか立候補者が、はいはい、こう増えてきたのはね、うん、この頃からですね、うん、青島幸男に横山ノックさんとかね、はいはい、あの元タレント系の政治家がこう活躍よくするようになった印象ですね、うんうんうん、まあ、青島幸男なんて意地悪ばあさんやってた人でしょって。そうですね、うん。政治家になるんだって、やっぱテレビのキャラクターしか知らないとよくわからないよね。そうですね、うん、ノックさんなんか漫才師じゃんねって思うと、うん、そうですね、うん、まあ、この頃ね、西川きよしなんかもよく議員やっていた時期でしたけど、うん、なんか失礼だけどさ、うん、そのあんまりにもあの自分がバカすぎると親から叱られてさ、はい、もうあんたみたいなバカの子はサーカスか吉本にしか行けないんだよみたいなことね、あの言われてフィーンってこう泣いたとかね、あの、うんうん、今思うと大変親も失礼なことを ね、 そうですね、あの言ってたもんだと思いますけど、ちょっとその漫才師とかね、はい、ちょっとそんな人が政治できるのっていうような、うんうん、イメージ、うんうん、だったからちょっとびっくりした、印象に残ったっていうのはありますね、うんうん、はい、ね、無党派なんですね、うん、だからどっかの政党所属じゃなく、うんうん、今ってあれでしょ、だからこう無所属でなんとか党推薦みたいな、あ、そうですね、そんな表現で結局あんたは誰やねんとかどういう考えやねんって、まあ、政党にとらわれないのはそれはそれでありなのかなとも思いますけど、うん、いろんな党が推薦とかもありますよね、うんうん、与党野党関係なく、うん、そうそうそう、うん、もうよくわかんないですけどね、うん、結局なんか表現が違うだけで中身一緒のような気もするし、はい、うーん、とか思ったりもしますね、はい、はい、ではもう一つですね、はい、のも、のも、のも、あ、そっちじゃないです、あ、今日はとことんのもではなくですね、うん、NOMO ののも、ね、のもさんですね、はい、トルネードですね、そうですね、はい、はい、日本野球を飛び出しアメリカ大リーグ LA ドジャースに入団、チームを地区優勝に導き、自身は新人王を取る大活躍をした野茂英雄さんを、うん、アメリカ世論は温かく見守った、うん、野茂さんの演じる脱三振ショーに熱狂し、野茂の大声援を送った。野茂は
観客増員、キャラクターグッズ売上増などメジャーリーグ人気の回復に多大な貢献をした。また日本でもメジャーの野球を日本の茶の間に一挙に持ち込んだと。うん、もうね、ブームでしたね、はい、そうですね、歌もありましたからね。あ、そう、はい、でもイチローは知ってた。あ、でも野も知らなかった。誰？そうなんですか、うん、だからアメリカ大リーグに行って有名になって、あ、こんな人、日本人がいたんだっていうぐらい僕知らなかったです、ね、確かに僕もプロ日本のプロ野球で活躍してたイメージはあまりないですね、うん、そのアメリカで活躍した時をテレビで取り上げられて、うん、ああ野茂すげえみたいな。今何してんの野茂さん。野茂さんね、何してるんでしょうね。企業暮らしてはるんちゃいますかね。日本に帰っても大リーグに今いないよね。日本に帰られたのはだいぶ前に見た気はしますけど、はい、うん、はい、スポーツが不得意なのでさっと流しちゃいます、はい、じゃあもう一個の流行語大賞、はい、最後ですね、はい、この年最後の流行語大賞はですね、頑張ろう神戸。あ、来ましたか、はい、はい、1995年1月神戸淡路大震災が発生した。復興に立ち上がる市民を力づけたのがこのスローガン、うん、地元球団オリックスはスローガンをユニフォームに縫い付けリーグ優勝を勝ち取った。へ、神戸市民への励まし効果は絶大と評価は高かった。あ、まあ、受賞されたのが当時のオリックスの監督の仰木彬さんですね。あ、うん、まあ阪神淡路大震災はね、はい、ちょっと阪神淡路大震災に関連した流行語が他にもありますね。ありますね、ちょっとそこもやっちゃいましょうか、はい、ライフライン。ライフライン、はい、はい、阪神淡路大震災によって電気、ガス、水道、電話、食料流通など生命を支えるシステム、ライフライン（括弧生命線）が全て麻痺した、うん、復興の過程で震災害時のにこのライフラインをどう維持するかが大問題となった。受賞者のセブンイレブンは震災直後ヘリコプターで弁当を空輸するという離れ技を演じ、被災者に安堵と希望をもたらしてライフライン維持を果たした功績が評価された。はい、もう一丁、はい、安全神話、はい、阪神淡路大震災、オウム事件などが続発した1995年、うん、行政でも民間でもセキュリティシステムが何一つ機能していないことが明らかになった、うん、日本は安全との神話に寄りかかっていたことが原因で抜本的な対策を早急に立てることが求められている。受賞者は災害時の行政対応を関西と断罪した元内閣安全保障室長の佐々木さんですね、はい、佐々さんですね、はい、はいはい、ね、阪神淡路大震災ですね、平成7年の1月17日火曜日午後5時46分ですね、うん、淡路島午後ですか、午前 午前ですね、午前ですね、はい、うん、はい、私の資料がちょっとあの午前と午後間違ってます。淡路島北部、はい、北緯34度36分、うん、東経135度2分、はい、深さ16キロを、震源とするマグニチュード 9.3 ですね、はい、うん、最大震度が、神戸市須磨区から芦屋、西宮、宝塚周辺で震度7ですね、はい、うん、30% 以上、この震度7のエリアの 30% 以上の家屋が倒壊、はい、死者の 77% が窒息や圧死、うん、で、死者の6割が60歳以上の方だった高齢者っていうことですね、はいはい、いやービビりましたよこの地震は。そうですね、もうすごいニュースでもすごかったですもんね、うん、覚えてますよ今でも、うん、私は関西にはいませんでしたが、はい、この当時は東海地方にいたんですけれど、はい、揺れましたね。あ、ちなみに私がいた東海地方
は震度4から3ぐらいがありましたね。はい、まあ阪神大阪神戸あたりでだって震度7から6ぐらいですよね。はい、で東京でも震度2とか、宮崎でも震度2とかね。全国的にこう揺れたんですね。はい、もうそうですね、関東から西ぐらいまで、ね、揺れた感じですが、揺れる直前目覚めましたの？揺れる前ですか？うん、あ、なんか張って目が覚めたらゆらゆらゆらって揺れて、で普通のよくある地震って、うん、縦揺れで終わるじゃん、ぐらっ、はいはいはい、あ揺れたで終わるじゃん、うんうん、でそれがゆら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 って、うん、まあちょっと体験した地震じゃないから、うん、あ、東海地震が来たのかなとかって思ったけど、あ、もうその頃から東海地震とかも言われとった、ね、言われてた、言われてた。で、ちょっとそのまま寝ちゃったんです、僕は。うん、まあ朝ですからね。大した揺れじゃなかったしね。で、僕はいつも朝はね、ラジオをつけてるんですけど、はい、したらなんかラジオの人が朝の7時半から始まった番組のアナウンサーさんが、はい、なんかすごい地震ですねって言って、何のことだろうってテレビをつけたら、うんうん、あれや、高速道路が倒れてる、はいはいはい、うん、ヘリコプターからの映像を、うんうん、っていうのは思いました。そっから3日ぐらい地震のテレビしかなかったですね。そうですね、うん、うん、その時の神戸がもう燃えちゃったでしょ。もう朝やからこう朝ごはんの準備とかで火事が多かったっていう話ですよね。だって冬だもん、うん、暖房つけるしさ、でその夜なんかもテレビそれしかやってないじゃん、うんうん、でヘリコプターで神戸の上空とか映してると、うん、もう電気ライフラインが切れて電気も来てないから真っ暗な中、うんうん、街が燃えてて、うんうん、ちょっと不謹慎で大変申し訳ないんだけど綺麗だなって思いました。その燃えてる炎がね、揺らめく炎が、うん、でも、うん、その中でね数千人の方がね犠牲になったんで ね、とんでもないし、大学の友達とか、うん、先輩の家とか半壊とか全壊した家もあります。はいね、ショックでしたね。もうそうですね、うん、もうだって自分たちの町がああなってもおかしくないぐらいの、ね、うん、地震だったから、僕当時小学生でしたけども、すごいショックでしたね、うん、ビビりましたね。次は我が身なのかなって思いつつ、うんうんうん、多いよね今地震。ちょっと天災増えましたね、地震だけじゃなくて、ね、うん、雨の災害も増えましたけども。でね、なんでこんな、うん、なんか地震増えたと思う？あ、でも増えたんですかね。なんか前から結構昔から結構あったとは思うんですけど。ね、僕ね多分ね、うん、スマホ持つようになってから地震とかね増えたような気がするの。巨大地震はなんかもっと増え、その2010年ぐらいからどっと増えた気はしますね。情報が入るんだよ。携帯を持ってないから、はいはい、地震あったのみたいなさとかさ、知らずに終わっちゃうのは今そういうだから地震とかの情報の気象情報とかさ、はい、メール受け取るようにしてない、防災アプリとか使ってて、ね、はい、だから北海道で地震ありましたとか、うん、九州でとか、うん、日本海で太平洋でって今まで多分スマホ持ってなかった時ってそこまで情報把握しできなかったんだと思う。あ、そうですか。結構テレビのこのテレビだって外に遊んでる時見ないでしょ。あ、そっか。で家にいたら見るけど、はいはい、今スマホを持ってたら、はい、どこにいても、うんうんうん、その地震速報が来るじゃん。ピッピッピッってなるんですね、うん、だから余計多いのかなって思っちゃう。でも大事な情報なんだけど、うんうん、こんなに多いのかとはちょっと思うね。はい、はい、でまあこの安全神話としてね、はい、本当にこの阪神淡路大震災もそうだし、もう一応やっぱり1995年外せないのやっぱオウム事件だよね、うん、そうですね、うんうん、あの時ももうちょっと僕学校休みやったんですけど、うん、もうニュースとかついてたらもうそれしかやらないんですよ。まず人がいっぱい倒れとるんですよね、地下鉄で。
前から下がってとか、なんかあの駅員さんがね、大声で叫んでってね。でもこれもう事件、最初からそうやって言われてたので、サリンは知ってたんだよ。ああ。その東京地下鉄サリンの前に松本サリンがあって、なんかあそこの家の人がなんか、自分家の研究所でなんか怪しいものを作ってるとかで冤罪で逮捕されてね。そうでしたね。冤罪でしたね。で、そこでなんかサリンって言葉は知ってたや。うん。うん。で、あんな、こんな東京のね、こんなことにね、あの、なるなんてのは思いもしませんでしたけどね。うん、その、当時ね、この当時、ね、この事件を起こした宗教さんは、ちょっと変わって、信仰宗教だなっていう印象だったし、ゾウさんの帽子かぶってて面白いなって思ってたりしたんだけど、どんどんなんか凶暴化しちゃってね。そうですね。ちなみに、あの自衛隊が山梨県の上九一色村にね、その宗教施設に捜査、何ですかあれは、入るのは、仕事そっちのけで見てましたね。当時中継されてましたもんね。生中継でもう見てましたね。で、あそこにはいません。でとかって言ってよく覚えてます。もうあの時はそうでしたね。ワイドショーも全部ね、それ一色でしたね。もう本当いろんな方がいて、いろんな方が逮捕されてとかね、ずっと最近まで続いてたもんね、平成時代はね。そうですね。ね、もうあの逃走中の方が捕まったりとかね。指名手配されたからね。まあ確かに平和な国だって思ってたけど、確かにこれを境に、なんでこの地下鉄サリン事件以降よ、駅と公園からゴミ箱が消えたの。あ、そうなんですか。うん、ああ、そうか。今は、その、家庭のゴミを、その、公園のゴミ箱とか、駅のとか、そういうとこに持ち込まれて、処理代もタダじゃないのに、っていうので、迷惑がられてるから、そのゴミ箱の撤去な感じだけど、違うんだよ。もともとこういうとこに、その、毒物とか、そういう、ね、毒ガスとかを、こう、置かれちゃ危険だからっていうので、撤去。危機管理の観点からやったんですね。そう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 。あの、公園からゴミ箱ない。昔は大きなカゴのゴミ箱ありましたね。あのどでかいのね。そうそうそう、あったのに今ないでしょ。確かに言われてみれば、これ全部こっからですよ。あ、そうなんですね。ダメですよ、テロは。そうですね。はい、はい、ちょっと暗い話題になりましたが、はい、次はですね。はい、次ですね。はい。だよね。だよね。そうですね。はい、まあ、いっか。うん。ですね。まあ、いっかもそうなんだ。はい、みたいです。はい、お願いします。はい。1995年の音楽シーンで爆発的ブームを巻き起こしたのが J ラップ。ラップとは、もともとはニューヨークの黒人音楽で、リズムに乗せて話すように歌うため、日本語の歌詞を乗せるのは至難の業とされていた。これを相づち言葉のリフレインで見事にクリアし、 J 日本ですね、のラップという分野を確立してしまったのが、イーストエンドイーストエンドユリ、受賞後は歌のタイトルであった、だよね、だよね、だよね、と、まあ、いっか、だよねは覚えてますね。なんかドラマの主題歌やったような気がするんですけど。あ、これドラマ、そうなんだ、だよねーって。あ、最初、始まりです、最初、最後の後のね。はいはい。ね、ラップですよ。まあちょっとストーリー調でね、聞きやすかったですね。だよね、このだよねのなんか、名古屋バージョンとか、大阪バージョンとか。ああ、せやなみたいなやつですね。はいはいはい。せやなとか、だがねとかね。あとどこ？福岡とか6カ所ぐらい、へえ、そう、ご当地のような方言の、へえ、そうなんですね。関西は
ダブル工事がやってたんじゃなかった？あ、東野と今田さんと。そうですね、それはイメージありますね。うんうんうん、とかね、やったけど、まあラップね。ラップですよ。でもまあ日本の一番最初のラップって言われてるのは、まあこれ噂レベルなんですけど、はい、吉幾三さんの「俺はこんな無駄に嫌だわ」、あれはラップじゃないかって言われてますけどね。あ、そうなの。テレビもね、ラジもね、韻も踏んでますし。ああ、おまわりいつもぐるぐるとか、ね、そうですね。もうあれはまあ本人さんはラップじゃないって言ってますけど、まあ、あれもラップじゃないかっていう意見もありますけど。はい、うん、だよねは流行りましたね。そうですね、あの時はもうどの歌番組でもだよねでしたね。はい、はい、だよね、懐かしいですね。カラオケで歌えないですね。そうですね、歌えないですね。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、変わらなきゃ。変わらなきゃ、はい、はい、一郎を前面に押し出した日産自動車の安全販売キャンペーンのコピー文句、うん、エアバッグ装備など安全性重視路線の評価もあるが、一郎のイメージと変わらなきゃのコピーが圧倒的な支持を受け、自動車宣伝のキャンペーンとして空前の大成功を収めた。核変という時代の空気を凝縮したコピーとして近年にないヒット作となった。日産ですよ。全然覚えてないですね。でもこの時ぐらいですよね、エアバッグが出始めたの。へ、うん、正面しか今はこの時はなかったですけど、あとまあ日産は今はね、やっちゃえ日産がこうキャッチコピーですけど。そうなの、はい、あ、やっちゃえ日産ってこう矢沢永吉さんが。全然テレビをまず見ないんですね、はい、見たことないんだけど。あ、そうなんですか。コマーシャルって言ったら YouTube で、ね、無理やり見させられるのしか知らないの、はいはい、全然やっちゃえ日産って。この頃ってさ、はい、これ95年でしょ、ね、はい、なんかイプーってなんかイプーってなんか黄色いさ、なんかファンタジーキャラみたいなのが、なんか車のキャラクターみたいないなかった？イプサムのやつですか？知らない。イプーって言ってなんか、ちょっとあと、うん、イプサムやったと思います。トヨタの車ですよね。トヨタ知らない、うん、イプサムやった気がします。イプーってなんか、うんうんうん、それは言われて思い出しはしません。なんかこう黄色いゾウさんのようなやつ。ゾウさんだっけ、うん、なんかさあ、これじゃ分かるんですね。こんなの、うん、やっぱトヨタのイプサムですね。あ、これそうなんですか。ゾウ、はいはい、みたいな、あのこう鼻がピョンとのみたいな、黄色妖精さんですね。バババババみたいな形の、うんうん、はい、うん、なんかそんなんしか記憶ないな、うん、イプサムはもうちょっと後ですけど。まだ後なんだ、はい、でもね、この頃って、はい、カステレオが、あ、はいはい、カセットから CD に変わってくる頃じゃない、うん、そうですね、うん、まあ、95年ですからね、うんうん、で、この大学の同期の子も、うん、CD がで音楽聴けるんだけど、うん、その CD を入れるのが、うん、トランクの中なんですよ。トランクになんか CD セットする機械があって、へ、数枚入れられて。トランクにですか。そう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 。で、そこから再生するんですか。うん、あ、じゃあもう車止めとる時じゃないとこうセットできないじゃないですか。変えられないみたいな、まあ、だから何枚入れれるのか、うんうん、何枚か入れられて、で、なんてめんどくさいんだろうと、うんうん、ちなみに僕はこの頃自分家にあったステレオが5枚ぐらい CD 入れられる CD チェンジャーがついてたので、うんうん、それを思うと車ってめんどくさいだって思った時代がありましたが。 CD チェンジャーってありましたね。そういえばね、こうぐるぐる回ってこう、うんうん、いいガチャガチャガチャ、いいぐってこうね、うんうん、やるやつがありましたけれども、うん、はい、ちょっと日産この頃って何か有名な車あるの？ごめん
なさい。ちょっとその辺は疎いんですが、はい、申し訳ない、はい、そうね、はい、車はね高いのでそうそう買えませんからね。はい、はい、次行きましょうか。次はですね、うん、インターネット、ほう、はい、加入利用者数4000万人、うん、約150カ国、うん、つまり地球上のほとんどの地域の人とコミュニケーションができるお化けのような情報交換システム、インターネット、はあ、コンピュータのグローバルネットであり、文字通り国際化は現実のものとなった。その一方、インターネットを使うには英語が必要なんだよな、うん、との嘆きも声も聞かれるが、受賞者は日本でのパイオニアと言われる村井淳さんですね。慶応義塾大学の教授、はいはい、1995年だから Windows95 なんだ、はい、そうですね、Windows95、 いやまだ Windows95 は分かってたけど、うん、パソコンなんてさ、ノートパソコンってこの頃あったのかな。デスクトップだったと思います。デスクトップでブラウン管じゃん、うん、ノートもあったと思うんですけど、 どでかいノートやったと思います。あ、うん、この数年後にはパソコン買うことになるけど、うん、まだワープロの時代だったしな、うん、でこの頃のインターネットってのは電話回線の使うやつですよね。そうよ、うん、すごい高いんだよ。だから友達が、国際電話だよこれ。友達がの家が持ってて、うん、でこれ使うと電話が使えへんとかいうのがあ、そうですね、ありましたね、うんうん。またそのうち Windows98 の頃にまた流行語とかで出てくるのかしらね。出てきそうですけど、うん、はい、インターネットも今やこれなしでは、そうですね、生活が成り立たないんですもんね。でも約30年近く前か、はい、うん、まだこんなんなんだね。そうですね、うん、やっぱね、このホモサピエンスがこう今地球上である意味大繁栄してるじゃないですか。文明築いてますからね、うん、でもう一個こう昔人類がいたでしょ、うん、ネアンデルタール人って。 で、はい、あっちは全滅してさ、うんうん、ホモサピエンスだけ生き延びてるでしょ、うんうん、で何がこう勝敗で違うのかなって、何で 見たの聞いたか忘れちゃったけど、やっぱホモサピエンスってね、集団で生活する、うん、村作っちゃうじゃん、はい、でネアンデルタール人はファミリーでこう村作るっていう、だから家族ぐらいしか形成しないので、で僕たち人あのホモサピエンスってさ、いろんな世帯ともチーム組んで村って作るじゃん、ね、うん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 、ってことはその数人でこう行動を取るネアンデルタール人はこれどうするっていう時、うん、数人の意見しか出ないわけよ、うんうん、しかも家族ですからね、うん、偏ってますよね。でそのホモサピエンスはもっといっぱいいろんな人と集まって、うんうん、だからいろんなアイデアが出るわけ、うんうん、それが強み。おで今やインターネットでしょ、はい、だからもうあらゆる人の情報意見が意見交換できるから、はい、こう この人間のこう知恵の発達っていうのは飛躍的に進んでんじゃないって、はい、なんで聞いたんだろうね。確かにそうだよね、はい、でもそう思いますね、はい、あのインターネットのおかげでその料理のレシピのあのレパートリー増えましたもんね。確かに、うん、あでだってこんなんもありだっていうのをいっぱい知ることできるもんね。そうですね、うん、あの炭酸飲料が調味料として使えるとかね、そういうのを、あ、そう使えるの、うんうん、そういうのがね、あの料理番組とか見ずにも、うん、携帯でポッと出てきますからね、うんうん、はい、だからそういうのでほんとすごい社会になっちゃったよね、うん、大丈夫なのかしらね、はい、はい、他にはどんなのがあったんですかね。カンカン接待、なんか覚えてるな、ね、はい、はい、これは、はい、地方の役員が補助金の決定を持っている中央の役人にこう接待するって感じが、はいはい、ね、なんかありましたね。この頃ねやっぱ政治がちょっとあの、うんうん、不安定な時期ですから余計かもしれないですね。そうですね、この後ちょっとこのなんか、うん、この頃ってもうあれだよね、
細川内閣じゃないと思うけど、うんうん、ああそこあの、はいはい、まもなく小泉さんもう数年すると小泉さんの時代になってくるからね、うん、そうですね、うんうん、カリスマですね、うん、他には、はいはい、見た目で選んで何が悪いのですね、コダックのテレビ CM から生まれた流行語だそうです。記憶ないなあ、うん、あまり覚えてはないですけど、うん、まあはい、そのあたり、ね、こんなもんか、はい、うん、そっか、だよねーがもう、うん、そうですね、だよねマイカーと、うん、あとやっぱりこの時はもう阪神淡路大震災ですね、うん、そう関連が多かったですからね、だよねー、うん、そっか、だよねーか、まだグローブとかもっと小室ファミリーとかがこの辺ブイブイ言わす時期だけど、そうですね、まあま、流行語とはまた違うからね、うん、また出てくる、この後出てくるのかもしれないですけども、うんうん、はい、まあ、音楽はね賑わしちゃったと思いますけど、うん、はい、はい、じゃあ今日はここまでにしようかな。はい、はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りをですね募集しております、はい、いろいろとねお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。はい、番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.comツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。